宮沢さん、今日は素敵な景色を見に行きましょう。景色ですか？沖縄はどこを見てもいい景色しかないような。確かに、ちょっと散歩するだけでも素晴らしい景色が広がるのが沖縄の魅力ですが、その中でもさらに素晴らしい絶景があるなら見てみたいと思いませんか？すごい！ぜひ見てみたいです。それじゃあ早速行きましょう。さあ、ここが沖縄本島でも指折りの絶景スポット、知念岬公園です。見てください、この一面に広がる海を。うわー、すごい。那覇空港から車で60分、南城市の最東端に位置する公園がこの知念岬公園です。サンゴ礁もとっても綺麗。海にせり出すような岬にある公園ですから、広大な太平洋が一望できるのが素晴らしいですよね。ここまで広いとなんだか不思議な感覚になりますね。海の上を飛んでいるような。では実際に飛んでみましょう。え、どういうことですか？実はこの近くでモーターパラグライダー体験ができるんです。青く広がる海の上をパラグライダーで飛ぶのは気持ちいいですよ。でもちょっと怖いような。プロの方が一緒に乗って操縦してくれるので心配ご無用、安心安全に楽しむことができますよ。まあ高所恐怖症だとちょっと辛いかもしれませんが。なら勇気を出して乗ってみようかな。ぜひ行きましょう。あと来る途中にあった南城市地域物産館でのお買い物もおすすめですよ。ちょうどお土産を買いたいなって思ってたところなんです。記憶に残る思い出はもちろん、形に残る思い出もしっかり持って帰りましょうね。というわけで、知念岬公園はいかがでしたか？沖縄の海と空を一度に体験できるなんて、ちょっと贅沢な気分でした。写真では伝わらないこの開放感は、ぜひ実際に来ていただいて体験してもらうのが一番ですからね。ところで、先ほどからそこに置いてある大きな袋は何ですか？あ、いや、これはちょっとした自分へのお土産というか、美味しそうなお酒とおつまみがいっぱい売ってて、つい。観光の形は人それぞれということですね。年下の子に気を使われてしまった。